全国の競馬ファンの皆様こんにちは。サマーシリーズが続いていますが、本日はここ北海道より函館記念をお送りいたします。出走はご覧の8頭。過去10年で一番人気は一度しか連帯しておらず、2桁人気の馬たちの好走も目立ちます。果たして今年は一体どんな結果になるのでしょうか。さてここで先週の七夕記念を振り返ってみましょう。軽量を生かし見事エヒトが勝利、田中勝春騎手に3年ぶりの重賞勝利をもたらしました。さあ出走の準備が整った模様です。第58回函館記念スタートです。今年は一体どの馬が勝利を手にするのでしょうか。なお今回の中継カメラは健さん騎乗の新たの目線でお送りいたします。スタートしました。まず先手を取ったのは新たが先手を取っております。その後ろにモンブランテソーロ、ギベオン、スカーフェイス、マイネルウェルトスなどが続いています。さあ最初の第1コーナーに入りますが、後ろの馬はなかなか仕掛けてこない。牽制し合っているのでしょうか。さあ新たが楽な先行になりました。さあ後続集団はモンブランテソーロ、ギベオン、スカーフェイス、マイネルウェルトスなどが争っていますが、さあ一体どこで仕掛けるのでしょうか。向こう上面に入ります。ここで新たが少しペースを上げている。後続を少し突き放しにかかっている。さあここで最終コーナーに差し掛かりました。最終コーナーを回って新たいつどこで仕掛けるんでしょうか。さあムチを手にしたぞ。さあ最後のコーナーを回って直線に入る。おっとここでマイネルベルトスがかわして先頭だ。このまま押し切ってしまいそうだ。2番手は新た、1着でマイネルベルトスが入線、2着は新た、3着はギベオンが入線した模様です。勝ったのはマイネルウェルトスです。勝ったのはマイネルウィルトスです。名手デムーロを背に北の地で念願のタイトルを奪取しました。さあ着順が出た模様です。1着マイネルウィルトス、2着新た、3着ギベオン、4着スカーフェイス、5着ランファザローゼスとなっています。遊び尽くそうは